はい、あの建築を担当しております中村でございます。よろしくお願いいたします。それではここはですね、原子炉建屋の2階になります。で今からですね、使用済み燃料プールの入っているプールの底の部分をご案内したいと思います。でこちらですね、昨年5月、6月、7月の3ヶ月かけてですね、プールの床下の補強をしてございます。これか。はい、はい、はい。それでですね、この見上げていただきますと、プールの床自体はですね、もう健全な状況でございます。これは天井の床なんですか？はい。天井がもうプールの床下と。ああ、なるほど。はい。見ての通りですね、ほとんど健全な状況でございます。これなんか貼ってあるんですか？
プレートを上から下ろしまして、地面に接するところで止めます。で、こちら、この形で止めた、接するところも、